な。そうだな。はい。カチさん、アレさん、こんにちぐらる。こんにちぐらる。これはナイルに言ってほしい言葉です。うん。というか、ナイルなら言いそうです。ナイル、どんまい。どんまいってするのよ。もう、最初にね、フォローしとくっていうね、新しいパターンだね。そうだね。じゃあ、いきますよ。数学の問題を解いていてってことですね。いきます。頑張るぞ。聖杯召喚。なになに？リンゴが10個あります。あなたは3個食べました。残りは何個でしょう？10から3個。わかった、答えは0個だって。僕は残さないもん。リンゴリンゴ、美味しいリンゴ。いやーね。ね。そりゃナイルドンマイって言うよね、最初にね。そうだね。お仕事ですもんね。ナイルって僕って言いましたっけ？俺ですよね。うん。まあね、うん、まあね、いいんじゃないかな。まあ。次行きましょうか。カジ君、ベッシー、ダンダンどうも。ダンダンどうも。カオリですね。ありがとうございます。毎回楽しく聞かせていただいてます。はい。今回は、うん、北斗の聖杯を引き抜いてみたいと思います。はい。テスト間近で焦っている彼女だそうですよ。うん、お願いします。はい、聖杯召喚。君といい、バカポチといい。授業中にしっかり聞いていれば、テスト前にそんなに焦る必要はないと思うんだが。ほら、どこがわからないんだ？君がツンチにでもなって、会える時間が減るのは嫌だからな。ただし、今回だけだぞ。出た。出たよ。出ましたね。疑問からの、ね、だからな。ね、ただし。言えよ、最初からって思うよね。ね、ほんと。なんか、しかも勝手にバカポチも巻き込まれてる。そう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 。いやー、まあね。いつも通りだしね、こっちもね。ね。ね、北斗はまあ頭いいだろうからね。うん、いや、次行こう、次行こう。どうせね。次行こうぜ。はい。よし。次。